大宮が J3 の生態系を破壊する。2023年 J3 へのクラブ史上初の降格となった大宮がシーズン前から本気度を示しています。 J2 でも主力級で戦った富山選手や浦上選手、中野選手、小島選手に加え、ファンサポーターの間で J3 には絶対来ないだろうと言われていたシビルソク選手が契約更新。新加入選手では有望な若手泉東也選手やアジアカップの日本代表のトレーニングパートナーにも選ばれている市原理音選手が U18 から昇格するなど J2 でも戦える戦力です。さらには杉本健佑選手の加入も報道されています。上のリーグから来る場合は旬の過ぎた選手が来ることが多いですが、バリバリにやれている選手が何人も在籍するという例年いない状況に、完全に J3 の生態系を破壊しに来ている模様。しかし始まってみないとわからない J3、 実際に前評判通りに行くのか、果たして沼にはまってしまうのか注目です。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。